まあ、僕の小説の蛍の墓が映像化されるということはちょっと全然考えたことがなかったもんですから、この話を聞いた時にちょっとびっくりしました。でアニメーションっていうものについてそれほどよく知らないわけだけども、いろいろ考えてみると、なるほど、あの映画、あの作品をもし映画化するとなると、まあ、アニメーションしかないってこともよく分かったし、まあ、その大変僕自身どうなるのか興味と、それから、まあ、いくらか原作者としての不安もあったんですが、この前スタジオに、まあ、見学に伺ってあれこれこう原画を見てたら、ちょっとびっくりしたのは、僕自身も完全に忘れてたその昔の神戸の、まあ、小説の舞台になったあたりが、まあ、簡単な線でしたけども、それで再現されてて、まあ、僕自身の過去の記憶と結びついて、ことさらその思い入れがあるもんだから、なおさらそういうふうに思ったのかもわからないけども、本当に43年ばかり前 の、 その僕自身が買っていた、まあ、必ずしも僕の体験をその小説にしたわけじゃありませんけども、舞台は確かにそこを借りてるわけで、その43年前のものがそのありありとこう浮かび上がってきたのと、だからやはり今の子供の顔と、まあ、昔の子供の顔は当然違うわけ で、 で子供の顔が一番僕はあれを映画にするときに難しいだろうというふうに思ってたんですけども、それまた昔の少年なり、あるいは植えた少女の表情なり、あるいは大人の顔がそこにあるもんだから、まあこういう言い方おかしいけども、本当にアニメ恐るべしというか、そういう感じがしました。